和久田建設の鉄筋コンクリート住宅の特徴は、スタイリッシュなデザイン性もさることながら、一般的な木造住宅と比べると、地震に強い、台風に強い、水害に強い、火災に強い、暮らしていく上で家族の安全を守る家なのです。特に地震に備える新しい技術、滑り免震システムってご存知ですか？地震の多い日本では様々な地震対策があり、大きく分けると3種類。耐震、制震、免震です。一言で言うと、耐震とは建物自体の強さです。制震とは揺れを吸収して小さくします。免震とは建物が揺れません。和久田建設では独自に滑り免震システムを大学と一緒に開発しました。耐震と免震を組み合わせ、震度7以上の巨大地震が来ても鉄筋コンクリート住宅なので壊れにくい、揺れが家に伝わりにくい、地震やあらゆる災害から家族を守る家なのです。次に、和久田建設の鉄筋コンクリート住宅が冬暖かく、夏涼しい秘密は外断熱です。鉄筋コンクリート住宅の外側をすっぽり断熱材で包むことで、建物を熱や寒さから守ります。一般的なコンクリートの建物は実はほとんどが内断熱でも、和久田建設は外断熱にこだわっています。室内の温度が一定に保たれ、結露やカビも発生しづらく、一年中快適に過ごせます。しかもエアコンの光熱費も削減できるので経済的です。室内は木材をふんだんに使い、木の香りや温かみが感じられるデザインです。一度展示場でこの快適さを体感してください。